こんにちは、物販総合研究所の万田です。今日はひでくんに来ていただいてます。ひでくん何回か出ていただいてるんですけど、船原さんのチャンネルで1年間チャレンジしてくださって、はい、まあ、いよいよ卒業するというかね、はい、多分ねこれ2023年にアップされる動画なんですが、最後に見てくださった皆さんにプレゼント的なね動画をちょっと撮りたいからっていうのをひでくんにお願いして来てもらってます。早速なんですけど、僕がやってるような輸入ビジネス、今回はアンティークコインでお話しますけど、アンティークコイン以外にも輸入ビジネスであれば全部使えるようなお得な情報なんですよ。僕のね考えではね、ちょっとだけ難しいというか、まあ、英語のサイトを使うので必須とはしてないんですね。実はね、生徒にも、まあ、この人使えるかなっていう人だけに教えるような感じなんですけど、お金は別にかかんないんですよ、うん、その使い方ね、もしくはどういう時に使うのかってことをお伝えできたらなと思っています。じゃあちょっとやっていきましょう。まあそのサービス名なんですけど、まあ、テラピークっていうサイトなんですよ。輸出の人結構使いますよね、多分ね。うん、eBay を使って販売する人は結構必須というかね、うん、スタンダードなサイトサービスっていう感じなんですけど、まず早速ひでくんで、ね、もう僕のことも初めて見たっていう人もいるかもしれないので、はい、まあ、僕はね欧米輸入を、まあ、20年ぐらいやってて、うん、それを教えたりもしてます。で、ひでくんは僕に習っていただいてチャレンジするっていう企画をね、船原さんがやられてたから、はい、チャレンジしてくれてた方ですね。で、ひでくんはそのテラピークを使って何をやるんですか？どういうふうに使うんですか？まずアンティークコイン、うん、これに関しては通常通り教えていただいたリサーチをして、うん、eBay のサイトで検索をすると過去3ヶ月分の履歴を見ることができるんですけど、はい、それよりも前の履歴が見たいなっていった時に、うん、テラピークを使ってます。何年ぐらい見れるんですか？過去2年まで遡れるようになってます。今この値段で動くっていうのは3ヶ月でもいいかもしれない、うん、だけどコインの場合ってもうちょっと幅広く見てもね問題がないというか、価格があんまり変動しないことが魅力だったりするので、うん、実際そのテラピークで見つけたもの売れたこととかってあるわけでしょ？あります、はい。なので eBay で買われてった結果がないやと思い込んだけど、うん、テラピークで見たらもっとね長い期間見ることができるので、そこで見ると実際は売れてましたっていうのがあるかもしれないというお話なんですよね、うんうん、はい。使い方としてはどんな感じで使うんですか？流れとしても、流れとしてはまずはヤフオクないしオークファンでコインを見繕いますと。経験がある前提なんですけど、これは利益が出てそうだなっていうコインが分かるので、その中で気になるコインを選びますと、はい、その選んだコインをまずは eBay のサイトに行って探しに行きます。そこの方が探してみると分かるんですけど見やすいんですね。テラピークよりも検索の仕方が、うん、サムネが大きかったりして、なかった場合にテラピークに移行します。まずオークファンでコインを見つくろうと、はい、見つくろうっていうのは安すぎるコインとかはまず省きますよね。利益が出ないだろうっていうのはね、はい、知ってるか知ってないかで判断がね、うん、早いんですよね、知ってる人の方がね、うん、だからまあ知らない人は全部見る。で、比べるべきはまあオークファン、ヤフオクで実際売れたもの、うん、とまずは eBay にあるもの、もしくは eBay で過去3ヶ月以内に売れた形跡があるもの、うん、ここをまず比べるとですね、はい、でここがね一番今の相場に近いの で、 そうです、ね、うん、同じ価格で再現する可能性はめちゃめちゃ高いんですよね、うん、はい、これがね利益10万円であっても、うんうん、同じように儲かる、もしくはそれ以上儲かるなんてことは全然現実的なんですよね。だからまずそうやるわけですよ、はい、でそこになかった時ですよね、ひで、うん、君がテラピークを使う時、うん、テラピークだと2年見れるから3ヶ月以内には売れてないけど4ヶ月前には売れてた、5ヶ月前には売れてた、1年前には売れてたっていうのを見れるということですよね、うんうん、一時的に下がるコインなんかもちろんあるんですよ、みんなが出品したりしたらね、うん、でも流してみれば基本的には値段は上がるんですよね、うん、ほとんどの場合、うん、長期的に持って手放すとかっていう人にとっては、まあ、基本的には値段は上がってくるっていう商材なんですけど、うん、ごめんなさい、一点ちょっとお伝えしてされたんですけど、うんうんうん、テラピークで過去4ヶ月以上の履歴のものに関しては、うん、詳細が見れないんですね。なるほど。サムネとタイトルでしか判断できないので、はいはいはい、コインの画像も潰れてたりしてよく分かんなかったりするのとか、うん、タイトルが適当だったりするともう検索することができないんです。コンディションが分かんないんですよね、うん、コインだからこそ結構有効っていうのはありえますね、はい、タイトルで把握できますもんね、うん、はい、コインってね、はい、ひでくんの使い方は基本的にそう、ヤフオク、オークファン、うん、もしから eBay に行ってそれを補うような形でテラピークを使うって感
ですね、はい、他に考えられるとしたら、まあ、テラピークで売れたものを確認してそれが eBay にもないか最近も売れてないか、うん、もしくはオークファンで実際に日本でも落札されてないかって比べ方なんかもできるかもしれないので、うん、そうなるとね最新のオークファンだけ見ている人とは違う動きにはなると思いますので、うん、行き詰まった時なんかそうやってやっていただいてもいいかなと思ったりとかもします、うん、これあくまで提案ね。じゃあ実際にひでくんの画面を見ながらテラピークの使い方画面の見方っていうんですかね、はい、説明していただこうかなと思います、はいはい、まずテラピークこのようにスペルして検索結果のテラピーク eBay、はい、をクリックしてテラピーク何かというと、まあ、その eBay のいろいろなデータを吸い取ってここで調べることができるって感じですよね、うん、はい、で我々はその中の eBay 上の落札記録を見たいっていう、うん、そういう感じですね、うん、で、ログインするとこういう画面が出てくるのでテラピークプロダクトリサーチを押していただいて、はい、じゃあまあここら辺の説明とかをお願いしてもいいですか、はい、まず確認しなきゃいけないのがリスティングサイト、うん、ebay.com 今選ばれてますけどこれは ebay.comのサイト内の結果だけを表示します。つまり ebay.com なのか ebay.uk なのかとかね、うん、そういうことですよね。そうです。まあ、まず .com を見ていくっていうので僕はいいとは思います、うんうん、ですけどコインに関してはヨーロッパね .uk なんかもそうですけど、うん、別の国のを見る価値はあるかなと思います、うん、スラブは基本的には英語でね書かれてるんですけどお年寄りとかね、うん、フランス人はフランス語で書いてあったりとか、うん、ドイツ人はドイツ語で書いてあったりすることはあるから、うん、2回検索するっていう形で、うん、テラピーク使う場合も各国の言葉で検索するっていうのはやってみる価値はあるかなと思います、うん、おすすめはまあドットコムですね、はい、まあ、基本はドットコム、うん、だけどオールサイト、うん、まあ、全てを含めて検索することもできると、うん、ただしオールサイトにするとグラフが出ないですね、うん、売れた履歴とかそういうのが出なくなってしまうので、うん、詳細が詰めれない。ここでキーワードを入れて検索します。検索したときに本来はグラフが出るらしいんですよね、うん、まあ、ドットコムで一回見てみましょうか、はい、ドットコムにして PCGS70 シルバーって入力してくれたのを検索すると、うん、まあ、こういうふうに検出されるんですよね、うん、そうですね。これはドットコムとかねドット UK とか一つずつ見る場合にはこのグラフが出てくると、うん、でじゃあちょっとこのグラフのことを説明したいんですけど、はい、アベレージの値段ですよね。ピュンって跳ね上がってるのは高いのがその瞬間売れたってことですよね、うん、その日に売れた、うん、この下に検出されたのがバーって出てるんですよね、はい、これクリックするとこうやって見れるんですね。過去3ヶ月であればこうやって拡大して見れます、うん、コインの場合はスラブに情報が書いてあるから使いやすいですよね。使いやすいですね、うん、分かりやすい。他の商品はその1枚画像を開いたからといって分かんないっていうのはあるかもしれないから、うん、まあ、コインにはすごいフィットしてるとは言えるかなと思います、うん、はい、じゃあちょっと一旦オールサイトにもう一回してもらっていいですか、はい、そうすると、まあ、ギザギザのグラフみたいなのはないと、うん、ギザギザのグラフともう一点困る点があってオールサイトだとこのカテゴリーを絞り込めないんですね。あ、そうなんだ、うん、アンティークとかワールドコインとか絞れないんですね、うん、これがたまに困ることがあります。なるほど。であればヒデ君のオールサイトを使う意味ってどういう時、どうしてもコインを見つけたい時、具体的な検索になるよね。オールサイト使うときってもうちょっとコインの名前とか入れた方がヒットしそうですもんね。そうですね。オールサイトがやっぱこう情報量が多すぎるから細かい指定ができないっていう、まあ、デメリットはありますね。そうですね。でメリットとしてはフィリックが言ってたみたいに、まあ、なんかこのコインいいな、なんとしても実際に売れた実績を見つけたいと、うん、そういう時にオールサイトを使うっていうからやっぱまあ荒く見る時に使うっていう感じなんかなと僕は思いましたね、うん、今日はドットコムにしましょう、うん、はい、オールサイトは絶対使い方あるはず、コインは使い道はありますね。ただ具体的な商品名で検索するっていう使い方になるかなと思うんですね、うん、ドットコムに変更して検索かけて過去3ヶ月の PCGS の70鑑定の銀貨を見ていっています。ソールド、売れた履歴、まあ、ちなみにこれアクティブってやると出品中のが見れます。たまに検索結果がゼロの時に勝手にアクティブに切り替わったりして、うん、あ、いっぱい売れた履歴あるじゃんと思ったら実はアクティブだったってことなんで、はい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 、それだけちょっと注意しましょうということですね、うん、この中で言うと例えば、はい、僕がたまにやるのがデータラストソールド、これが売れた日付順、これはまだ日本には到着してないはずなので、うん、この時点でこのコインが気になったら、うん、ヤフオクの履歴を見に行きます。うんうん、もしかしたら格差があるの日本人が買ってるかもしれないので、はい、
うん、そういう見方がまず一つできます、テラピークの場合、うん、フィルターでバイヤーのロケーションをジャパンに変更できるんです、ね、はい、これどういうことかっていうと日本人が買った履歴だけを絞り出せるんです。これで、まあ、絞り込んでテラピークのソウルの利益はかなり圧縮されました、うん、グラフもだいぶあれですね、見やすくなりましたね、はい、数がやっぱ少ないってことですね、うん、日本だとね、はい、なんかやっぱその数見てるとどう考えてもね、日本の値段がまだ追いついてないとかっていう問題はね、うん、この間フランさんの動画でもちょっとねお話ししたから僕もそれは感じるけど、うん、市場としてはねやっぱこう大きいところから日本に持ってくるっていうのは十分可能なのかなって思うぐらい、うん、世界中で動いてるコインに比べて日本に来てるコインってめちゃめちゃ少ないですよね。少ないですね、うん、これはなんかオークファンとか見てもわからないデータだから、うん、なんかいいですよね。そうですね、こういうところでいろいろ想像できますね、うんうん、売れた履歴をちょっと見ていきたいんですけど、はい、商品名とか売れた価格と、うん、まあ、送料ですね、送料とかと個数とか送料と商品合計金額と入札件数で売れた日付、他使うのは最近売れた順、うん、並び替えて一番最近売れたコインっていうのは日本にまだ輸入されていない可能性が高いので、誰かが買ってるってことは価格差があって買いたいって思った可能性がありますね。そうですよね、うん、単純に本当にもうコレクター、高いとか安いとかも関係ない人、うん、儲けるとかじゃない人もいる可能性があるから、うん、わずかに今価格差があるから儲かるから仕入れてるんじゃない可能性はあります、ね、基本的には価格差あることが多いですよね。そうですね、テラピークで見るデータってね、うん、ちょっとモダンコインなんで下がってるかもしれないんですけど、あ、それはありますよね、うん、モダンコインってまあ新しいコインなんですよね、うん、だから同じ行動を起こしている可能性があるので、うん、そうなるとヤフオク上で例えば1万円で売れてたものっていうのがなんかもう100人ぐらい出品し始めたから、うんうん、早く売りたくて9500円にする人、9000円にする人っていうのが生まれたりします。そうやって値下がりって起きるんですけど、下がるとこまで下がっちゃうんですね、うん、日本ってなんか結構お金なくて始める人が多いのかもしれないんでね、うんうんうん、で下がる時はありますよね、特に新しいコインだと、はい、でこの同じような100人並ぶっていう例えをしましたけど、それって新しいコインでしか起こり得ないんですね、うん、基本的には古いコインってもう取り合いになってて、うん、数がそんなにないです、うん、あとはちょっと別の使い方なんですけど、はい、ラスト90デイズじゃなくてよくやるのがラストイヤー、これはどういう時に使うかっていうと前提として eBay の本家の方でリサーチして結果がソルドの利益が出ませんでしたと、うんうんうん、なんですけどどうしても調べたい、ラストイヤーに設定してリサーチをして、うん、でさっきのと同じ要領でバイヤーのロケーションをジャパンにします、うん、1900年に発行された PCGS の銀貨ロックセレクトフィルター、これを押すとバイヤーロケーションがリセットされるのを防ぐんですね。何もしないと勝手に一回一回フィルターをジャパンで選ばないといけないんですね、はい、今回の例で言うと、まあ、過去1年、うん、日本人は2件しか買ってないんですね、うん、これ過去3ヶ月なんで詳細が見てます、うん、ただいるようになってるんですね、ほとんど、うん、1年前も、うん、いりますね、ラベルが見れればほぼ全て分かったようなもんなんで、そうですね、しかも個体の番号まで見れますもんね、こういうのたまにありますけど裏側ってことね、はい、裏側サイン面を見せたい、これつまり eBay 上の1枚目の写真を拾ってきてる、うん、だから1枚目が裏側写してるようだとラベルは見れないってことですね、はい、勉強不足でした。これほぼ全て見れますね。あ、じゃあまあちょっと仕様が変わったのかもしれないけど、うん、1年間で今拾ってるけど、うん、まあ、見ることできると、できます。クリックすれば、はい、ラベルも見ることできるから、うん、ラベルが見れると何がいいかっていうとコインの場合はそこに検索キーワードが全部入ってるんですよね、はい、これがまあ使い方のまあ全貌ですよね。そうですね、うん、特にこれがいいのって3ヶ月までしか eBay 上では見れないものがその先も見れるってことですよね。そうですね、はい、見る必要があるかっていうのはケースバイケースだから、うん、やっぱその時に自分で考えなきゃいけないけど、うん、価格が変わってる可能性があるっていうのとかはちょっと意識しないといけないですよね、うん、そうですね、はい、1年前とかだとえらい安かったなってこととか、逆に1年前はすごい高かった、うん、今買ってもめっちゃ安くなっちゃってるとか、うん、今自分が果たしてこれ関わるべきかっていうのはやっぱここを見るだけじゃなくていろいろ調べて、うん、考えなきゃいけないですよね、うん、その検討材料の一つとして、うん、売れてるものを調べる、うん、そういうツールですよね、はい、19社以上の方におすすめできる方法かなと、うん、
そうだね、はい、なので僕は本当に初心者には教えてなくて、ヒデ君にも教えてないけど、ヒデ君輸出やってたから知ってたんですよね、うん、で YouTube 上でもテラピークってあんまり紹介されてないんですよ、実は。輸出の人以外あまり関係ないというかね輸入の人で使う人は珍しいんですよ。まあ中級者で使うっていうのは僕すごい理解できる。そうです。長く見れたらさ、うん、売れたものを探すのが優しくなるからね、うん、なので、まあ、ちょっと今回これ紹介したんですけど、うん、値段が下がってないかとかは注意が必要ですけど、リサーチがねちょっと簡単になるかもしれないからということで、うん、ヒデ君に今回見せてもらって撮らせていただきました、うん、今回、まあ、リサーチのプラスアルファみたいな感じで紹介したんですけど、幅が広がるかもしれないっていう結構夢のツールなんで、うん、ぜひあの皆さんも使う機会作ってねやってみてほしいなと思います。で僕の方はですね、アンティークコインのリサーチなんかは無料セミナーやってますから、ウェブで見れます。時間もね予約していただいて、少人数に向けてやってるものですから、うん、ぜひあの皆さんも時間作って見ていただければと思っています、うん、ご意見なんかあればねぜひコメント頂戴したいですし、うん、テラピック使ってみたいよって方はね、あの言っていただければ、うん、なんか僕たちも資料をまとめるかもしれないです、うん、今後もよろしくお願いします。今日見ていただいてありがとうございました。ヒデ君もどうもありがとうございます、はい、ありがとうございます。